こんにちは、平山茂です、今日は1月10日ですね、月曜日、成人の日でございますよ。さあ、昨日今日でね、成人式を迎えたという方多いんじゃないかと思います。20歳の皆様、まだ19歳の方もいると思いますけれども、本当におめでとうございます。大人ですね。もうあなたは大人です。はい、私が言うのもなんなんですが、本当にね、アドバイスとか言うつもりは一切ありません。ただ一つだけ言いたいことがあります。大丈夫、それだけ。大丈夫だから、大丈夫大丈夫。これからですから、まだまだこれからいっぱい楽しいことありますから、楽しんでくださいよ。本当にそれだけです。それだけ、本当それだけ。人生は楽しいぞ。めちゃくちゃ楽しいからね。本当に楽しいんだよ。大丈夫だから。本当に楽しいから。めちゃくちゃ楽しいから。あなた次第っていうところもあるけども。でも絶対、後をね、振り返ったら楽しい記憶しか残ってないから。とにかく、楽しんじゃってくださいよ、これからの人生。長いです。長い。とってもとっても長いです。僕もまだ40年しか生きてない。41年かね。まだまだ先は長いけども、あなたたちはまだまだこれからめちゃくちゃ面白いことが待ってますから、楽しんでくださいよ。大丈夫ですから、大丈夫ですからね。じゃあ私からは以上です。皆さん、人生楽しくいきましょうね。ありがとうございました。さよなら。大丈夫だからね。